いや、ちょっと危なかったかな。ま、パルマリータちゃんには悪いけど、今回も俺たちの勝ちだ。このデータファイルがあれば、親父の仇が撃てる。あれはまだ俺が子供の頃、よく親父の膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は、代々伝わる義族の家系、そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの秘伝書だ。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない掟があった。義族の名誉にかけて狙うは悪党の善人からは奪わない。ところが俺が秘伝書を受け継ぐことになったよ。突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした親父を、そしてとうとう見つけられてしまったんだ。大事なラクーナの秘伝書、奴らは全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺は一人で町の孤児院に入った。だがここで出会った二人の仲間、天才発明家、頼れる相棒ベントレー、そしてマーレー、食いしん坊でちょっとドジだが、まあ憎めない弟分さ。仲間と一緒に俺は親父の仇を討ち、そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義族になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るか、さあ俺たちの運命はどっちだ。